今日から大学か。迷子かな。え、迷子じゃないぞ。え、聞こえたの、うん、綺麗なやつだな。悪い。で、小学何年生だ。小学生じゃないぞ。まさか幼稚園。なるぞ。子供の力じゃ。死ね。マジで大学生だった。しかも同じ講義で気まずいってレベルじゃねえぞ。いや、天才幼女って可能性も。こいつ絶対失礼なこと考えてるだろう。お前は失礼なやつだ。飯をおごれ。私オムライス、オムライス、オムライスが食べたい。こうしてると。なんだ、出会ったばかりで何を言う気だ。親子のようだな。こいつ。というかお前、一瞬目いっぱい取るタイプだろう。まあ。ノート取ってるだろう。ほら、いいやつ。これからはお前を頼ろうかな。勘弁しろ。ジュースの一つでもおごるぞ。いらん。ゲームソフト貸してやるから。いらん。こっち。違う、今やろう。今すぐやめろ。いつまで一緒にいるんだ。お前がナンパしてきたからだろ。冗談うまいな、お嬢ちゃん。明日も講義はあるか。え、ああ。明日も一緒に遊ぼう。子供か。私が言うのもなんだが、単位は落とすなよ。何か教訓が。3年になるとみんな単位取って学校来なくなるんだよ。なんか一人で学校にいる時間が多くなってさ、バカしたなーって。ちゃんと卒業しような、俺と一緒に。留年はしないぞ。しょうがない。ジュセさんの残りの大学生活一緒にいてあげっかね。あ、どうした。そういう意味だよな。そういう意味だ。じゃあ、まあよろしく。よろしく。サビ抜け彼女。ジュセさん。なんだから、ジュセさんはやめろ。リノ、行くぞ。最近恋人ができた。お前って軽そうだよな。軽い女じゃないぞ。体重な。体重30キロくらいだぞ。おお。お、本当に軽いな。おい、こら、やめろ。高い高い。